局成功，请取回票卡。さんの雰囲気も良くて、ああちょっと泡だらけになっちゃった。泡だらけになっちゃった。美味しそうね。ある意味すごくて。ありがとう。うわめっちゃ美味しそう。卵トロトロのダンファーターン。いただきます。麻雀、麻雀ちゃう。ヤンミエンね。美味しか。あ。じゃあなの。あ、よいきけんけん。返せ返せ。あ。あ、ありがとう。ウェットティッシュ。いいでしょ、いい。もちろんです。美味しい。美味しい。美味しい。今なんか正直最初台湾のラーメンの美味しさが分かんなかったの。麺伸びてるし、麺が美味しい。確かに日本の中華麺とか知ってるから、で 麺大国から来てるし、違うなって。なんかダーサンダーシューくらいから無性に恋しくなる時がある。食べたいってなるよ。あー、いい匂いしそう。どうぞ。俺も最初来た時はサイダーの交換性のやつから食べてた。いや俺も最初、ラーメンの方が美味しいし、タンメンの方が美味しいと思ってたの。でも食べたらハマるよな。ここの細麺だね。ツルツルしてる。ちょっとスープもいただきますね。結構今まで食べた中でも美味しい方だわ。下にスープがあるから。ああ、スープもあっさりめ。ニンニク入ってなさそうだね。確かに昼間の。でもこんだけ暑いならさ、台南とかもやばくない？とんでもない気温でしょ。風があるのかな、どうなんだろう。コーディアン最初行った時は同じ対応ですが暑かったんだけど、あれってコーディアンとどこ行ったの？行った台東も行ったんだ。13、池上。あ、池上ね。弁当食べた？食べた食べた。この白滝島に行ってから、ちょっと
と洗ってもらってもらう。あれだよね。インガイバー。第七ヤロファンちゃう。まず涼しいし、あ、これは、うん、こっちの方が人気なのは分かる。マジでうまいです。超うまい。シャオツァイも美味しいね。ここはうまいわ。ここまた来ます。さっきのとこも美味しかったけど、俺はこっちの方が好きかな。通りに、ここがすぐ空港です。あ、もうその線で空港線。もうすぐそこ一本で行ったら空港が多分見える。うまっ。あれし2020年7月の10日です。うまいっす。台は結構大きいよね。そう、お腹空いてたらいけるけど。おはようございます。ハロー、スーパーだ。